と言って参加する機会があったので来ました。見てください、あなたたち知ってるチャンネルの方いらっしゃいますか？めっちゃいるよね。はい、もうこの機会二度とないかと思うのでガンガン声かけていってください。声かけちゃったけど、あのあやはね意外に人見知りなんで、はい、ということでじゃあ楽しんできてください。はい、レッツゴー。話しかけに行けない2人。こんにちは、お世話になります。よろしくお願いします。カエル、よろしくお願いします。いつも面白く見させてもらってます。アホばっかりやってます。いやいやいや、もうすいません、ありがとうございます。イエーイ、イドちゃん、イエーイ、イドちゃんのイエーイ入りました。イドちゃんイエーイ入りました。何がパリエ。いいですか？あ、すいません、お願いします。なんかあの一緒に遊んでもらってるみたいで。いやもう走り回っちゃって、もうすみません。すいません、こちらこそ。2年3年生2年生2年生ですか？はい、どうしたら空気が合うわけだ。なかなかね、この年代の YouTuber さんってなんかいないんで、はい、すごいちょっと遊ばせてもらって。こうちゃんとも一緒だ。あ、このチャンネルの。あ、そうですよね、2年生の。うん、こんにちは、カメラいいですか？はい、みかんを剥く一つまじっくり見させていただきました。そこです、めっちゃすごいとか言って、そこですで、あれからあの暖炉のやつも見させてもらって、あ、すごいとか言って。あ、そうですね。まだまだあれは。今日いらっしゃると知らなくて、今こうちゃんがいたんで、どうやってやったと思って、こうちゃんがちょうどうちの息子と同い年、小学2年生なので、はい、お会いできてよかったです。一言言わなかった、みかん感動しました。同じみのおじさんが出てきますから、いろいろ自作しながら、あの角度がすごいなとか言って思って、さあ一番前気が利くな。ありがとうございます。一度お話ししたかったので、すみません。ありがとうございます。失礼します。皆様、ドリンクがオープンしたそうなので、皆様、ドリンクは食べて、あ、飲んで大丈夫です。ドリンクを、パパと違ったね。お手元に。皆さんの人生に乾杯。ありがとうございました。
ガッチャンのおじさんからいただきました。どう、ロープチャンネルさんに一度がありがとうございました。はい、見ました。今流行りですよね。すいません、はい、あの下の子もいるので、はい、あのまだ1歳の子なんですけど、まだこれからシーズンなので、はい、そうです、はい、魔法かけていきたいので、消しゴムもあげてください。使い終わったら物消しゴム補充してもらえる。これあれやね、学校行って自慢だね。すいません、ありがとうございます。買いました。かわいいね。マッチョマッチョと踊っとったやろあんた。パパにはできないこと。大丈夫か、はい、すごーい。めっちゃ夢叶ったね。お食事中すいません、あのあやはやチャンネルと申します。すいません、お願いします。あ、大丈夫です。今日まーちゃんどうしたんですか、なんか座ってちょっとインフレでしたよね、確か。あの今インフレーター流行ってるって見て、とか言って、でいらっしゃ、多分いらっしゃるだろうなと思ったので、大丈夫かな、治るかなとか心配しましたけど、なんとか頑張りました。はい、よかったです、ね、何歳ですか。1歳半ですね、もうそろそろ1歳半。でも、まあ、そうですね、こう成功したからね、もう今はもう眠たい盛りで、 あれなんですけど、的にも、ね、そうなんですよ。ほら眠たいな、なんで、すいません、はい、すいません、記念に。
する感じ、また楽しみにしてるので、ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね見てね。